ダイハツハイゼットダイハツアトレイアトレイは、ダイハツ工業の計1ボックス車。ハイゼットの常用グレードに当たるが、2代目以降、車名上は独立している。元々は、ハイゼットの常用版として1981年に誕生した。後に独立した車種となっているが、現在まで車体は、ハイゼットとほぼ共通である。車種は、 長らく4人乗りの軽自動車だけであったが、2000年には7人乗り 1300cc の小型車となるアトレー7が登場し、1500cc 以下の7人乗り乗用車としては、スバルドミンゴ以来となった。一時期、トヨタ自動車にもスパーキーとして OEM 供給されていたが、2004年で販売を終了した。アトレーシリーズは、ハイゼットシリーズとともに、 ダイハツ唯一の関東圏工場である、群馬県前橋市のダイハツ車体で生産されていたが、現在は前橋工場を完全閉鎖し、アトレイシリーズは大分県のダイハツ九州で生産を継続している。初代 S65 系の半数と、アトレイ7は本社池田工場で生産されていた。エンジンは2気筒 AB 型エンジンから、1985年にミラ、 恒例に採用されていた EB 型をアトレイ用に変更して搭載している。660cc 化された際に EB 型をベースにした EF 型に変更された。エンジン位置は先代からの継続でフロントシート下となるがラジエーターをシート下からフロントバンパー裏へ移動しエンジンを前寄りとしたことでリア足元のエンジンルーム張り出しを少なくしている。4WD は 複変速機付きのパートタイム 4WD を採用した。パートタイム 4WD はオートフリーホイールハブを採用し利便性を向上した。ボディデザインは見栄え重視の流麗なスタイルを採用している。リアドアウィンドウは小型車を含めた1ボックスで初の加工式を採用。窓の上下幅を広げて折り室内の開放感は高かったがスタイル重視があだとなり、 室内は仙台より狭くなっている。大型ガラスサンルーフのコスミックルーフ、フロントガラスサンルーフを装備した車種もある。大型のガラスサンルーフは K1 ボックスで初めて採用された。後に電動スライド化される。仙台モデルの見栄え重視から室内用積重視へとシフトしている。内装は乗用車と遜色内レベルまで向上している。 スポーティグレードの SR に ABS を標準装備。片側スライドドアのリバーノが追加される。エンジンは、ナトターボエンジンを用意し、ボディは5ドアと4ドアのリバーノで幅広いユーザーを対象としている。4WD モデルは SR とターボに、ABS 装備時は 2WD、4WD 切り替え可能なセンターで付,付き、マルチセレクト 4WD、他は、 パートタイム 4WT を採用した。トランスミッションは全グレードで 5MT を採用し、一部のグレード以外は 3AT を採用した。5MT 製はアウトプットリダクション方式を採用している。安全対策として、大発系自動車で初採用となる ABS が SR と RT ターボ系に標準装備され、一部のグレードでオプション設定。リアシートベルトが リバーの系に標準装備、全グレードでオプション設定されている。ブレーキは ABS 装備モデルで8インチブースターの採用と強化され、全車、LSPV の装備により、積載状況による後輪ブレーキ圧コントロール機能を持っている。リバーのシリーズにはリアシートスライド機能とリアシートベルトを装備し、リアシートの快適性と安全性をアピールしていた。 リアシートは左右個別にスライドし、後席の居住性と商用車としての過失スペースを両立させている。ハイゼットと大きく異なる点は、リアサスペンションがリーフリジットからサンリンク式、コイルスプリングに改められたことである。これにより、形式はハイゼットの S100K とアトレイの S120K に大別された。 1998年10月から施行された軽自動車の規格変更に合わせ、ミーラ、オプティに遅れて登場した。ボディデザインは、イタルデザインが担当し、K1 ボックスながら流麗なスタイルを持っている。フロントタイヤが前方に移動したセミキャブデザインを採用するが、エンジン搭載位置は運転席下であり、構造上はキャブオーバーを継承する。 標準の CL 系とドレスアップモデルのカスタム系の2本立て体制となる。カスタム系は初代アトレーの初期モデル以来17年ぶりの採用となったロールーフにルーフレールを組み合わせた。カスタム系は納車待ちが3ヶ月となり CM4A を一時中止するほどの人気となった。CL 系にはハイルーフを採用し仙台リバーの譲りのリアシートスライド、 電動サンルーフのオプションがあった。全車 ABS が標準装備されていた。大型ブレーキ、ブレーキアシストが装備され、自動車アセスメントの試験では、クラス最短の停止距離を誇る。なおボディの CD 値は0.36と1レーンの計1、ボックス車としてはかなり低いものとなっている。10代目ハイゼットカー5から約5ヶ月遅れで、フルモデルチェンジをした。歴代モデル同様、 ハイゼットカー語と基本構造を同一とする。2021年7月現在、歴代のアトレイとしては、モデルライフが16年以上と元となった10代目、ハイゼットカー語同様、最も息の長いモデルとなっている。フランス語で、魅力的なという意味のアトライからの造語。ありがとうございます。